はい、こんにちは、ウッディベルです。ですね、今回はコールマンのですね、定番のガソリンの、グリルですね、413H です。これをですね、久しぶりに使いたいなと思って引っ張り出してきました。はい、なんでですね、このガソリン燃料のものを出したかというと、前回のキャンプでですね、ガスを使うものをですね、OD 缶使うものを持ってたんですけども、気温がですね、一番低い時はマイナス10度以下だったんですけども、平均するとそんなに低くはないと思うんですけど、なんかもう火力が得られなかったんで、もうこうなればガソリン使うしかないなということで、413H を引っ張り出しました。はい、早速開けます。これは実は新品ではございません。もう過去に使ってますので、過去に使ってるって言ってもですね、使った回数が非常に少ないんで、そんなに汚い感じではないと思います。ここはここにクリップが付いてまして、これを通すということですね。はい、はい、それでですね、次はですね、何をするかというと、燃料を入れてですね、これは先ほど入れました。で、このポンプを使ってですね、これを150回やりますと。で、これも150回ポンピングした状態にもなってます。で、それをですね、ここに穴が開いてますので、穴を通してレギュレーターを通してですね、ここにスリットの穴がありますので、そこを通すということですね。で、今回は今ロースタイルでやってるんで、これコールマンのハイサンド使ってるんですけど、どうするか今悩み中ですね。はい、ちょっとこれだとロースタイルでやってるのに、このハイスタンドだと高すぎて多分扱いづらいと思いますね。はい、ということで、これからですね、ちょっと着火したいと思います。はい、まず着火前にですね、こちらに初めのにですね、使うレーバーがあるんですね。で、これを起こします。この状態ですね。で、ハンドルをですね、着火にあたって燃料も開けないとですね、出ませんので、レバーを左回しですね。1、2、3、これぐらいですかね。全然つかないですね。はい、ちょっと着火に、ちょっと久しぶりにつけたんで着火がおかしかったですけど、この炎はですね、もう今青になってますけど、落ち着いたらですね、このレバーを元に戻すということです。下へですね、下へ向けるということで、安定しますということですね。はい、これはですね、ちょっと左上の方に絵を出しますけども、全体が凍ってしまっていてもですね、問題なく燃焼しますという商品なんですね。だから、日本のいくら寒いような状況でも全く問題なく使えますということですね。で、こちらがメインバーナーで、こちらがサブバーナーになるんですけども、
メインバーナーがついてないとサブバーナーはつかないんですね。ごめんなさい。燃料がここからまあ出てってレギュレーターを通ってこういう風に入ってきてこう流れていくんですよね。なんですけどこっちがついてないとこっちは使えないということなんですね。ということでこちらもつけてみます。はい、今ついてるんですけど色がちょっと、青いんで見えないかもしれないんですけどね。まあということでですね、メインバーナーよりもサブバーナーの方がかなり、とろ火でですねじっくり煮込みとか、煮込み料理とか鍋とか、まあ、とにかくそういったものに向いてますよということですね。音もほとんど、サブバーナーの方は変わりませんのでね、点火しても。まあということでですね、非常に便利なものなんですが、とにかくサブバーナーだけ使うってのはできませんよということですね。はい、ということですね。はい、まあこの 431H っていうのはもう製造されてから相当歴史がありますんでね、信頼のおけるですね、ものになると思います。ああこれがですね2月のキャンプの時にどれだけ活躍するかっていうと、間違いなく活躍しますということですね。最後までですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。